スイス軍のロゴスイス軍はスイスの国軍。最高指揮官は大統領であるが実質的な権限は首相が有する。スイス軍の管理、運営は連邦参事会が行う。常備軍を構成するのは約4000名の職業軍人であるが徴兵制度により21万名の予備役を確保している。傭兵の歴史を持つスイスでは国民海兵を国是としており、 徴兵制度を採用している。また、外国政府がスイス国内に基地等の軍事施設を設置することも容認していない。スイス国家の起源とされる名約遮断が成立したとき、まだスイス国家としての軍隊はなく、加盟各国ごとに軍隊が保有されていた。1315年のモルガルテンの戦いにおいて、名約遮断の同盟軍がハプスブルク家に勝利したことにより、 盟約社団の実力が周囲に認識されるようになった。17世紀に30年戦争が起きて、スイスにも戦火の及ぶ危険が高まったことを機に、盟約社団13国がビール防衛軍事協定を締結して、スイス国家としての連邦軍が創設された。加盟各国が兵員を提供し、共通の参謀会議も設置された。スイスが連邦軍を組織して、 中立を維持したことが評価され、ベストファーレン条約におけるスイス独立につながった。分離同盟戦争による内乱後の1848年に連邦憲法が制定され、連邦政府の軍事権限が明確化された。1848年憲法は連邦としての常備軍保有を否定し、関東ごとの常備軍も300人を上限とした。他方で国民開閉を規定し、 有事には人口の3%規模の連邦正規軍及びその半数の規模の予備軍を編成するものと定められた。1848年憲法に基づくスイス連邦軍は不屈戦争で危機が高まった際に総動員を実施したが編成や装備など様々な不備があって有効に機能しなかった。不屈戦争時に不備があらわになった1848年憲法による 軍政は1874年に成立した以前よりも中央集権的な改正連邦憲法の下で改革が進められた。改正憲法下では防衛関連法規の制定や軍事力の育成が連邦政府の権限となった。第一次世界大戦においてもスイス軍は動員され、同国の武装中立の維持に努めたが、戦争の長期に伴う動員体制の継続が、 財政を圧迫して戦時税制が導入された。第二次世界大戦の開戦前、スイスはフランス及びドイツから戦闘機を大量に購入、またはライセンス生産して航空戦力を整えた。第二次世界大戦の開戦と同時に、スイスは国際社会に対して武装中立を宣言し、侵略者に対しては焦土作戦で臨むことを表明。 アンディギザンを軍の最高司令官に選出した。スイス国民に対しては侵略者への降伏を禁ずる動員令を布告し、一時期は85万人を軍に動員した。スイス軍は1907年の万国平和会議で定められた国際法上の中立義務を果たすため領空を侵犯する航空機があれば連合国側、 数軸国側を問わず迎撃機を発進させて、退去や強制着陸を指示し、場合によっては撃墜した。第二次世界大戦中、スイスでは約7400回の空襲警報が発令され、航空隊のスクランブル発進以外に、降射砲部隊も火力を有効に発揮して、航空隊を支援した。スイス軍は、領空侵犯機25機を撃墜したほか アメリカ軍機だけで166機がスイス領内に入って事故で墜落、富士儀、終戦まで抑留といった運命になった。悲劇墜以外で墜落した領空侵犯機は52機、富士儀機は177機に上る。スイス軍は航空機約200機を喪失した。陸上ではナチスドイツのフランス侵攻後に連合国軍の 敗残兵約4万2000人が入国してきたのを武装解除して抑留した。近年では国際テロリズムへの対処と国連加盟国として国際貢献を行うために必要となる軍のプロフェッショナル化を図るため徴兵制を廃止して主眼制に切り替える法案が3回国民投票にかけられたがいずれも否決されている。2020年3月16日 スイス連邦政府は新型コロナウイルス対策目的で最大8000人の隊員を派遣すると発表した。この規模での動員は第二次世界大戦以降初めてとなる。内陸国であるスイス軍は陸軍、空軍の2軍種からなる。海洋がないため海軍は持っていないが国際河川であるライン川及び国境地帯の湖を警備するため、 巡視船艇を有する陸軍は、霊下に船舶部隊を編成している。装備する主力戦車は、ドイツ製のレオパルト 2A4。空軍は、アメリカ製戦闘攻撃機、海 A-18C ホーネットを約30機保有している。純粋な兵器ではないが、ターボプロップエンジン機でありながら、近代的なアビオニクスを備えた。 ピラタス PC-21 高等練習機を自国で開発している。冷戦の終結後は戦闘機を平日の日中のみ運用し、夜間と休日の運用は控えている。平時のスクランブル発進は平日日中隊のみ実施しており、2014年2月に発生したエチオピア航空702便ハイジャック事件では、発生がスイス空軍の業務開始前であったことから、 スイス防空に関する二国間協定を結んだイタリアとフランスの空軍機が対応した。2016年12月10日、スイス空軍のブノワスチューダマン大佐は2017年1月1日より、週末も防空任務を実施する旨、公表した。ただし業務時間の延長については2021年まで行われる見込みがないとされている。 PZ-87 戦車も湧くピラーニア、双輪装甲車と、不評、STGW-90 で武装する、敵団閉会、A-18 ホーネットリアジェット 35A。ありがとうございます。